葵が隣り合って戦ってよ。大勢の猛者が城を守ってたんだ。そう、それなのに姉様と酒井様は敵がはびこる城の中へ正面から突っ込んだ。それでどう寄って倒したんだ。すごい私金、材木、布を扱いますね。航路を見つけた仲立ちがいるらしい。対馬に攻めてくる前、王子は内輪もめをしてた。本当だって、猛虎の皇帝の玉座はこの世の真ん中にある一番高い山に置かれてるとさ。またよし。僕は己の腕の一部と思え、体の芯を使って振るうのだ。そうだ、良いぞ。次は月だ。相手の体勢を崩せ。おお、酒井、よくやったな。お前の働きで城を奪えるだけの兵が集まった。後ほどユナにお会いください。褒美の支度は済ませてある。本土からの遠兵が直島に着く。だがその前に早馬が届いてな。石膏がハーンの下地を手に入れた。竜像に当てたものだ。菅笠衆が我が陣に攻め入るようだ。竜蔵は今どこに。この近く、高野山。お前が行かずとも良いのだぞ。かつての友です。私が斬らねば。では任せよ。こちらは戦支度を済ませておく。ユナも来るやもしれぬな。全部は無理だからね。何を置いとけばいい。いろんなもんだよ。火事の道具は本土で買おう。行くのか。志村様のおかげさ。明日の夜明けには船を出せる。今一度力を借りたい。竜蔵が高野山砦に潜んでおる。無理だ。悪く思わないで。こればっかりは頼みを聞けない。腹を空かせたまま必死に金を集めてきたのは本土で生き直すためなんだ。棒には触れない。急に立たずとも竜蔵を撃ってから出立すればよかろう。これはあんたの戦だろう。巻き込むな。私はタカと新しい地で生きていかなくちゃ。ならば止めまい。面倒をかけたな。礼を言う。安らげるよう願う。あんたも。酒井様。ユナの言うことを聞き励むのだぞ。はい、ではお達者で。夜影に紛れて一人で撃つさ。待っていろ、竜蔵。
高野山取り裏切り者の住処。砦を探るか。もうこめ、我が物顔でのさばっておる。酒井様、お待ちを。しっ、見つかるぞ。お一人では無謀です。姉さんが行かないなら、せめて俺が。これは戦なのだぞ。共に立ち上がり、島を守ろうと誓ったではありませんか。でしょう、クロード様。もうことは戦わせぬぞ。もし何かあれば。ならば、敵の目を引きます。幾人か連れれば、戦いやすいでしょう。わかった。ただし追われたら、直ちに本陣に逃げ込め。決してしくじりません。では、そろそろ行くぞ。こっちだ！ついてこい！汚い野良犬ども！志村様に所在を告げてやる！お侍が押し寄せてくるぞ！みんな、人質されてしまえ！だから、徳もか！ホットンハン、マンド怖い！よくやった。無事に陣まで戻れ。龍蔵はおらぬ。おそらく門の向こうか。そもだ。すぐに出てんぞ。あごあごい。いつねほろすあんなかしてち。そもんほろつえくいして。Der Mumbai-Starsla, Hanoin. Ugo Samurai, Chinom zum Tana. Ach, ich habe ein. Was wird als der Tirnik? Der Mumbai-Starsla, Hanoin. Die Chata. Du stopp, Gott, der Mond. Der im Stäbe. Was様に所在を告げてやる。お侍が押し寄せてくるぞ。みんな一網打尽にされてしまえ。やつとして踏め。ダブライトコロッホットンハイマンド怖い。ハッキー一尊ソードへエッティが当たってる。では、そろそろ行くぞ。こっちだ！ついてこい！汚い野良犬ども！志村様に所在を告げてやる！お侍が押し寄せてくるぞ！みんな、一網打尽にされてしまえ！やつとして、ダメで！シグロ！あんたらだ！ノーデー！ペイチェさん！テルリカジ！
そろそろ行くぞ。こっちだ。ついてこい、汚い野良犬ども。志村様に所在を告げてやる。お侍が押し寄せてくるぞ。みんな一網打尽にされてしまえ。マント怖い。내게 못 있어, 밴드만!
竜像。待ってたんだぜ。なぜ来たか分かるな。ああ、居所はあえて漏らしたからな。パーンと会ってくれ。聞く耳は持たん。よくも裏切ったな。島を守りたくないのか。切り合う意味なんてないんだぞ。いや竜像、意味はある。坂井様、坂井様、目を開けてください。タカ、なぜだ。あまりに遅いので何かあったかと思い助けに来たんですが、見つかってまずい、逃げなければ。ここで死ぬんでしょうか。諦めてはならん、縄をほどけ。少しでも緩まれば。タカ、耐えるのだ。喉が渇いたろ。乳酒、馬の乳の酒だ。我が愛馬のな。昨日足を折ったゆえ兵に食わせてやった。情けより実を取る。我らは似ていると思わんか。俺は武士だ。いや、一介の武士ではなかろう。クロウドだ。下るよう民を説き伏せろ。さすれば兵を引く。己に従う気はない。その言葉、志村からも来た。戦が終わるというのに。もうこの傀儡にはならぬ。誉れ高き一族の中で日陰の身となる辛さ、よくわかる。英雄となるべき我らがその機会すら得られる。クロードは英雄だ。聞いたか。民は己に従う。なぜ救ってやらんのだ。どう仕打ちをさせる気か。竜像のように。だが無駄だ。さすがはクロード。こやつの身は案じておらぬか。殺せ、逃がしてやる。選ばせてやる。今度は過つなよ。
殺してやる。皆の覚悟を忘れはせんぞ。ジン、ユナ、さっきハーンとリュウゾウを見かけた。タカはどこ？いるんだろ。あんたを追うってフミがあったんだ。どこなの？なんで？嘘だ！タカ！ユナ、待て！なんで言っちまったのさ。あたしに黙って。
お主に追いつこうとしたのだ。クロードに憧れてたからだ。どうしてついて行かせた。戻るよう言ったが、どうしてもと聞かず。この子らしい。行くぞ。ここには置いてけない。私は終わりだ。あとは竜像を殺してやる。ハーマー、今は次に備えよう。鷹を埋めなくちゃ。手伝おう。鷹を巻き込む気はなかった。すまぬ。いい暮らしをさせてやるって誓ったのに。悪いのは私、あんたじゃない。違う。ハーンや竜像、島を奪った猛虎のせいだ。生かしてはおけぬ。鷹の仇を討つぞ。島を出る理由はもうない。いくあてもやることも。だから残る。戦うよ。まずは本陣に戻りしばし休め。後で会おう。鷹の最後どうだった。もののふであったぞ。
影。
武士がおるぞ。酒井が道をそれたのは志村殿が。何やつだ。酒井と申す。本土の武士とお見受けする。いかにも小笠田宗と申す。本土の御家人です。よくぞ対馬まで。火急の時ゆえに下文が届くとすぐに我らは出立を命じられました。志村殿から話は聞きましたぞ。この戦に加わり藩を討ち、猛虎に奪われた城を取り返せばよいのですな。さようです。恐れながら人に会わねばなりません。南の門でお待ちしましょう。その後志村殿のところへ。釘を打ち込め。しっかり打ち込め。よく働いておるな。誰も怠けてないか。あっしがしっかり見張ってるんですよ。道中で壊れでもしたらお城の門を壊せなくて大変じゃないですか。あざもうらの時にも使えたらよかった。あっしの荷車がお気に召さなかったなんて。酒の匂いで酔いかけた。タカのことを夜中から聞きました。足なんかよりずっと度胸がある。タカが聞いたらきっと照れるぞ。なら足も精を出さなきゃね。奴らのことをずっと探してんだが全く足取りがつかめないんだ。どうしてお前はあいつらの占領にこだわる。白い着物は綺麗で雲から作られた。黒い着物はまるで夜の真っ暗だ。時期冬が来そうだ。酒井戻ったか。先生、本土の武士に会われたのですね。いずれも武勇に優れた精鋭だが弓の技を磨いても損はなかろう。百姓たちは。申し分ない。腕はないが肝が据わっておる。先生がお褒めになるとは。槍川はかつて島の支えであったからな。もう子供を船に追いやることができるぞ。一月稽古ができればな。半時はあります。ならばわしの邪魔をするのはよせ。ジン、戻っておったのだな。百姓たちを苦しめてはおりませんか。さすが槍川。この者らは見た目よりもずっと頑丈だ。頑固でもあるがな。あなたには及ぶまい。当然だろう。少し前なら私の言葉に耳を貸すこともなかったろうに。こうして力を貸すようになったのはお主の働きのおかげだ。答えねばなりませんね。私も励まねば。昨日はどこへ。気持ちを入れ替えられる。本土に渡るとは助けない仲たちがいるらしい。酒井様。ノリオ、新参の稽古中か。稽古ではなく心の整え方を教えていました。武士も槍川の戦士も戦の前に心を鎮めた方がいいかと思いまして。そうすれば世の無常も死への恐れも受け入れられるはずです。なるほどな。加わってもよいか。ええ、喜んで。助かったぞ。御仏のご加護がありますように。安則はあまり飢えてないよな。なんでだろう。あいつは人手なしのクズ野郎だからだよ。飯を食うためなら盗みも殺しも厭わないんだ。家族が多いんだ。日が経つにつれ寒くなっていくな。何かご入り用でしょうか。根からは浪人です。褒美さえもらえれば誰の下に。でも、蒙古の褒美って何だ。
かもしれない。さあ、うちの道具を見ていてください。対馬は落ちる。聞いたか、石川先生は。どうだって、いよいよだな。援軍もおる。備えは万端と言えよ。少しは休めたか。眠れやしない。鷹にはすまないことをした。クロードのこと、あの子もヤリカワも信じてる。立ち上がってくれたのはあんただけだったから。クロードのためならみんな死んでもいいって。俺も対馬の民のため死ぬ覚悟だ。分かっておろう。覚悟だけならいいけどね。しばし外すぞ。小賀殿に会わねば。戦場で待ってるよ。金田の木を奪い返すって、そこらの侍じゃできっこないけど。でも実際に奪い返した。証拠はあるの。俺の友人が見た。シンナスの後ろが奪われて、手に入りにくい。今揃ってます。シンナスはやり直しと戦った時です。もう子供に通りなくない。作らせてるって聞いたぞ。奴らのために働くな。信仰が増した。もうこの奴らは責任が気づきとって。酒井殿。小賀殿、叔父上の所在は。丘の上でお待ちだ。道中小賀家の者でお守りして進ぜよ。痛み入ります。ハーンを待たせる気はありません。さようか。伺いましたぞ。志村殿をお救いし、さらに無礼な槍川までまとめ上げたとか。戦は不慣れですが、信用に足る者たちです。その言葉を信じましょう。時に民から二つ名で呼ばれているそうですな。クロード。武士が全て討たれ、信じる者を欲したのでしょう。だが我らが来た今こそ、そうしたまやかしは捨て去り、本来の掟に従うべき時が来たのでは。今は対馬とこの島に住まう民を救う時。ハーンを撃つまではお待ちください。いかにも心得た。志村殿、小井子殿がお着きです。天理上におる。良い働きであったな。これだけの兵が集えば城を取り戻せる。ですが竜蔵は逃がし、ハーンには捕らえられて寝返るよう迫られました。ハーンと話したのか。
捕まった折に。知っておれば兵を率いて助けに向かった者を。ユナに救われました。しかれどもその弟が犠牲に。そやつの痛みもそなたが耐えた苦しみもハーンに償わせてくれよ。ジン、そなたに志村家を譲る上申が認められた。対馬を守った暁にはそなたはわしの跡継ぎとなる。クロードではなく武士として。ありがたく存じます叔父上。今日は叔父と甥として戦に赴くが、明日は共に勝利を祝おう、父と子として。侍は何よりも誉れを重んじる。それゆえ奴らは愚直で、計りやすく、組みしやすい。だがクロードは底知れぬ、ゆえに手強く、恐ろしい。理は我らにある。対馬の命運をこの戦で決しよう。ハーンを討ち取りましょう。共に。そして鎌倉に吉報を届けるぞ。対馬の勇士たちよ、これよりコトゥンハーンを討ち取り、我が城を取り戻し、蒙古どもを対馬から打ち払う。志村殿に続け。進め。
しまうぞ。なんだけんしろ。あるやもしれん。道を開けと。かような手を使えと命じたか。誉れある武士であることを忘れるな。これでは鬼だ。あやつらは猛虎です。我らの武具は恐怖ではないぞ。どうしよう、どうしよう。あの矢倉、このままでは進めない。酒井、お前が先を奪え。あの兵器を壊すのは武士らしく、わしはここに留まり矢面に立つ。離れるな。どうも留まれ。行け酒井、ヒアリを奪え。やったらないか。